小な大きさの希少な素材のそれのいいとこをふんだんに盛り込んだこういうバッグっていうのは僕は見たことがないのでいいものだと思います。1940年に池田工芸って生まれたわけなんですけど、着物の端切れをね利用してこう巾着バッグを作ったところから始まってます。今の池田工芸の基礎となるそういう部分をね作ってくれた感謝する素材なので皆さん紹介したくてこの80周年モデルに入れました。ちょっと広げてみますね。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。以前もお話してたと思うんですけど、うちのじっちゃんっていうかね創業者が設立をして80周年を迎えます。お客様それから取引をいただいた方々、そういう方々のおかげではあるんですが、それとともに池田工芸っていうのは日本では珍しいエキゾチックレザーっていうものに特化したメーカーなんですよね。そのメーカー名を冠した池田工芸というブランドをやっているんですけれども、昔からまあ池田工芸を支えてきたそういう素材たちにもまあ敬意を表して本当にこう使いたいと思った代表する革たち、まあそれをね僕が大好きなアイテムに落とし込んで80周年モデルとしてね皆さんにお届けしたいなと思います。使用した革はこちらになります。この真ん中はね毎回僕が皆さんに紹介しているクロコダイルのブラックで、こちら側が、まあ、同じく皆さんによくご紹介している本当にこだわりのあるパイソン、これが2つ目ですね。めっちゃ柔らかいですけど、かっこいいですけどね。一応今ご紹介しているのは全部一級品なんですけど、で最後3つ目なんですけど、なかなかね皆さんにご紹介する機会がない、でもエキゾチックレザーといえばという素材をね使ってみたいと思っています。それがこちらになります。これ何の素材か分かりますかね皆さん。ちょっと広げてみますね。分かりますかね。宙を舞ったんで、まあ、そういう動物なんですけど、オーストリッチ、オーストリッチ、オーストリッチ、地球上最大の鳥類ダチョウですよね。その皮になります。素材的にも、まあ、市場にもしかしたらあるかもしれないけど、最近ちょっと 見る機会が減ったような素材なんですね。僕自身は本当にこの素材が好きなので使わせてもらうことにしました。製品もね今日撮影なんですけど、昨日ギリギリね間に合うような形で出来上がってきたんで、早速ねご紹介したいなというふうに思います。今回完成した製品はこちらになります。これは僕がねいつも持ってるお気に入りのこのボストン、このバッグに3種類のエキゾチックレザーをかっこよく配してみました。以前もね実はクロコダイルとパイソンのコンビネーションとかね限定販売にさせていただいたことあるんですけど、やっぱりこのバッグっていうのは僕にとってすごく思い入れがある、池田工芸っていうのを引き継いだ時に僕自身が持ちたいバッグとして考えた形でもあるし、という皆さんが買ってよかった持ってよかったっていうふうに言っていただけるバッグだったので、一択ですよね。迷うことなくこのカバンにしようと思って選びました。やっぱり本当かっこよく上がりました。このオーストリッチですよね。ボストンバッグの中心のこの T 字の部分に前後大胆に入れています。ちょっとかっこいいですね。本当にいいな。クロコダイルっていうのは持ち手ですよね。この本当にこうぶっとい持ち手なんですけど、太いんですけど非常にしなやかで柔らかい。それからポイントのこのベルトの部分、そしてバッグの一番上ここの部分に大胆に配しながら、意外と重要な顔を決めるこのコーナー部分ですよね。でそれをこう前後同じようにで、これを見るとパイソンどこ使ってんねんっていう話になると思うんですけど、クロコダイルとオーストリッチのこのコンビネーションを引き立ててもらうための主役級の脇役ですよね。そういう使い方をしています。これ横を見ていただくと街の部分があるんですが、このバッグがクタッとなるための氷炭ですね。ハクション大魔王の壺みたいな、まあ、そこにセンターでねがっつりドーンと入れまして、でそこに向かってですね、そこももちろんパイソンなんですけど、このパイソンも非常に柔らかいから街がねすごくこう柔らかくてしなやかに見える、すごくいい表情を出してくれてますね。僕自身はそれぞれの素材にすごい思い入れがあるんですよね。中央にあるクロコダイル、大きさ的に言っても横幅が60センチぐらいあるものを丸々1枚使ってます。
すごく簡単に申し上げてると思うんですけど、この大きさのものを数揃えるっていうのは非常にこう難しくて、池田工芸がですね、昔から第一人者としてやらせていただいてきたんですけど、大きいクロコダイルっていうのに率先してこう注目をしてやってきた歴史があったんですよね。先々代、それから先代ですよね、2人がやっぱ大きいものが好きで扱ってきたクロコっていうのは、横幅がねもう150センチぐらい、長さが5メーターぐらいあるものからね、アベレージでも90センチ、1メーターっていうものを日本で先駆けてやり始めて、もうその当時は実はそういう大きさのものって北欧系かな、家具屋さんと池田工芸で、まあ、世界のそういうものを取り当てたような時代もあったんですよね。今回60センチでそれよりも小さいんですけど、でも世間一般から見ると超大柄です。それをやっぱりこの80周年モデルにはどうしても入れたかった、なので入れました。次、オーストリッチですよね。今回使用しているオーストリッチっていうのは、南アフリカのクラインカルーっていう会社があるんですけど、そこが取り扱っているグレード1、一級品を使用させていただきます。そのクラインカルー社っていうのは本当に全世界の6割ぐらいのオーソリッチの、まあ、シェアを占めているナンバーワンの会社なんですよね。その中の一級品、その中でも僕たちが欲しいと思う一級品をね、厳選して今回お届けするんですけど、なぜクラインカルーンの一級がいいかというと、クイルマークという羽が生えてた部分ですよね、それの突起があるわけですよね。大きくて細かくこうベースの部分とクイルマークの部分で立体感があるんですよ。その立体感を強調するために、このクラインカルーシャっていうのはサドルフィニッシュ仕上げっていうのをしていて、出っ張ったとこだけを分かりやすく言うと少し光沢が出るような形で仕上げてるんですよね。黒の中でもマットの黒の部分と光沢があって透明感のあるその表情をすごく出している、すごく面白い素材なんですよね。最初はね、1940年に池田工芸って生まれたわけなんですけど、着物の歯切れ粉をね利用してこう巾着バッグを作ったところから始まってます。でそれがまあ平凡パンチっていう、その当時のファッション、それからまあ流行を発信する雑誌の表紙に載ったりしてね、すごく評判を得て、まあ、それを礎して、まあ爬虫類、その中でまあクロコダイルを紹介したこのオーソリッチっていうのがね、本当にこう創業当時から貢献してくれた素材たちなんですよね。オーソリッチは1980年代から90年代の前半かな、クロコダイルよりも実は使用量多かったです。工場内でもその当時は240人ぐらいいて、朝から晩まで裁断する人間はもう一生懸命ひたすら裁断する、作る人はもうそれが上がってきたらもうひたすら作る、まあ、それぐらいの量をね、このオーソリッチっていうのは僕たちに提供してくれて、今の池田工芸の基礎となるそういうものを作ってくれた感謝する素材なので、皆さん紹介したくてこの80周年モデルに入れました。クロコとオーストばっかり言ってますけども、エキゾチックレザーの代表とされるパイソンっていうのがね、この2つとパイソンっていうのは外せないなと思って、僕の大好きなバッグの中にね組み込んで表現させてもらいました。やっぱそれぞれのね素材の良さっていうのがあるんですよね。そういうものを一本のこの製品の中で味わえる製品っていうのはまずないと思います。性質の違う、言ったらもうわがままな性格を持った3つの素材なんですけど、それがうまく融合できたなと思ってるんですよね。80年間やってきた、まあ、池田工芸の伝統というかね、技術があるからこそ成し遂げれた製品だと思うので、皆さんご紹介できるのは非常にこう嬉しいで、皆さんに持っていただきたい、そういう風な感じを受けています。多分もう分かってる人はね、しつこいよって言われるかもしれないんですけど、物はね 100% 入れられてもいいですし、僕はもう半分の1とか半分ぐらいでいいかなと思ってます。やっぱ空間を残すことによってね、バッグの柔らかさの動きが出やすくなる、そういう形を育てていただくとね、くたり感とか経年変化がこのバッグには出てきます。僕自身はこういう風に持ちながらね歩くことが多いですね。こういう風に持ってることが多いです。そうするとね、やっぱり手がこう擦れるじゃないですか。本当に使ってるうちに使ってるなりの風合いになっていくと、それが一番多分僕はかっこいい状態だと思うんで、大事にしまうんじゃなくて、もうできるだけ日数を持っていただいて革を育てていただくという方が面白いかなと思いますね。単純にもうこういう形で持っていただくのもいいと思うんですよね。こういう姿って後ろから見るとかっこいい、まあ、僕はかっこいいと思いますね。カバンはかっこいいと思うんで、まあ、そこだけ強調していただいて、あとはそうですね、僕175センチなんですけど、ショルダーが当たらない程度には調整しています。実際使う時っていうのは両手が来たい時に
でこういう形でカバンをくしゃっと潰してほしいんですね。落ちて もうこっちにあえてこう垂らしてみたいな、まあ、そういう持ち方があるかな。このサイズのこういうエキゾチックレザーのバッグってそうそうないと思うし、お値段もちょっと概要欄から見ていただかないといけないんですけど、でもこのバッグにしてこの値段っていう形だと思います。実際持つとね、意外と大きさを感じない時が多くて馴染んじゃうんですよね。ちょうどいい僕にとっては大きさなので、すごく愛用するバッグですね。細かいところも非常にこだわってて、エキゾチックレザーのみで使いあのものを作りたいなと思ったんですよね。使用上どうしても牛革をね使わないといけない部分っていうのはごく少量残しましたけど、ほとんどエキゾチックレザーを使っています。 99% と言ってもいいのかな。なかなかこんなバッグないんですけど、ちょっとそういう部分をご紹介していきます。正面から見た時になんでパイソン見えへんのと、主役級のはずやろうと僕が説明したんでね、そう思われる方もいるかもしれないんですけど、よく見てください。めっちゃ寄ってくださいね。おここに小さく可愛いんだけどちょっとだけパイソン入れときました。でここベルトをクロコダイルと思うでしょ、ペロンってめぐるとウロッカはパイソン。これすごくないですか、こんな裏までこだわる普通みたいなこれもちょっとね斬新なんですけど、すごい面白いなと思って。でですね、このショルダーベルトも基本的にクロコダイルなんですね。でも見てくださいよく、実はこれここにもいるんですよわかりますで、まあここを流れていくようにこうショルダーベルトっていうのはパイソンで1枚でいっています。裏側はねどうしても体にこう沿わせる部分なんで、裏側だけは牛革を使いました。まあ牛革使ってるって言ったらほぼそこだけだと思うんですけど、上のねこの引き手は、まあ、すごい重厚感が欲しかったんで、ストレート感の非常に分厚い金具の引き手をつけています。8号ファスナーといって通常のものよりもすごく太いファスナーをね使ってるので、開ける時もすごいいい音と重厚感がちょっと満足感出ますよね。でちょっと見てください、ここね黒子でしょ、ここ見てください、これ何やと思います、またパイソンなんですよここもこういう細かいところも全てこうパイソンとかね入っていると。でこのバッグの最大の特徴なんですけど、このキルティングなんですよね。これは実はねオーストリッチなんですよ。この革ありますよ、オーストリッチっていう革はここの部分だけじゃないんですよ。やっぱりその僕自身は、まあ、いいとこと言われてるところで、ね、作るってもありだと思ったんですけど、なんていうのかな、ずっと僕たちは馴染みの深い素材なんで余すとこなく使いたい。なのでこのクイルマークのないこういうところをですね、この裏側のところに使って、本当余すことなくこう使い切りたいと思って1枚丸々使ってます。あとねここポケット、これも実はオーストリッチのその部分なんですよ。マイクロスエードといういいスエードを使ってるんですけど、でも今回は特別にオーストリッチの革を使っています。革の要は本来のシワ模様であったりとか表情が出てる部分なので、表側のクイルマークの部分とはもう表情が全く違うんですよね。やっぱりそこを楽しまないとエキゾチックレザーっていうのを本当に楽しんでるとは思えない。素材をねできるだけ余すことなくこの3種の素材を使い切りたいと思いました。なので本当にこれをね実際手に取られた方はどこに何を使ってるんだろうっていうのを探してもらって面白いかなと思います。希少性っていうのはまず一つはこれだけ大きなクロコダイルを丸々1枚余すことなく使っている、まあ、どっか余ってるやろって言われるんだ、本当になくなっちゃうんですよね、まあ、それだけ大きなものを使いつつオーストリッチも要は本当に超一級のものを、ね、厳選して選んで使っていて、で先ほどお見せしましたけどファスナーの裏の部分とか本当にこう余すことなく使っている。パイソンに関してはね細すぎると入らないんですよね、いい太い部分ですよね、そこを厳選して、ね、実はこれね2メーターぐらい使っているんですよ。でそれはなぜかというとこのショルダーベルトも入れないと結構大容量使う、希少な大きさの希少な素材のそれのいいとこをふんだんに盛り込んだこういうバッグっていうのは僕は見たことがないのでいいものだと思います。今回ねこの80年モデルを作るにあたってね、
まあ、職人も頑張ってくれましたし、僕がこういうコンセプトでものを作りたいなって言った時にね、企画をする人間もじゃあここもこういう風に革を使ったらどうですかとか、本当にすごい力を貸してくれてね、このバッグっていうのは出来上がりました。世間にねこれぐらいの大きさのこんな大きなね贅沢な素材を3つ使ったバッグって僕はないと思うんで、職人もやっぱりこういうものってチャレンジして、まあ、今までの技術とかね存分に発揮して作ってくれてるんで、新しいものにチャレンジして持ちたい方、その方にね気に入っていただいて持っていただけると、僕もそうですし、まあ、これを作り上げた職人、考えてくれた企画の人間もね嬉しいかなと思います。興味がある方は URL をね概要欄の方に貼っておきますので、より詳しくスペックも書いてありますんでね、ウェブサイトの方から購入いただければ嬉しいかなというふうに思います。動画を見て気に入っていただいた方は高評価とチャンネル登録の方をねまたよろしくお願いします。